なんだっけ、下へなって勝つのは相手が弱い時だけ。はい、これはいい話だな、これね。いや、これだけアップしてて、はい、YouTube に、はい、下なって勝てるやつは弱いさ、相手が弱いわけ。そう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 、相手が強かったら上の方が強い、これ言えます。はい、でも、すみません、はいはい、上から行ったコツは何ですかね。コツですか。上から行くコツ、コツっていうか、相手が捌くんだけど、相手の足を捌くんだけど、足を使わせないしなさいと。はい、足を使わせないやしなさい。もし具体的に具体的にこう、鈴木先生本当はそういうの全部知ってんじゃないんですか。知らない、うん、俺はもう力だから、パワーだから、例えば防御術だから。そうなんですか。足からの攻めの場合は足を使わせないやしません。頭からの攻めの場合は手を使わせないやしません。うん、頭からも足からもあるから、横からもあるから、うん、な、横からだったら手足を使わせなさい、頭からだったら手を使わせなさい、足からだったら足を殺しなさいということです。はい、足が殺せないものは上になっても仕方がない。